今回が帝劇のクロージングラインナップに入っていると思うんですけれども改めてあの出演される時でもあの感激に行く時でも帝国劇場という劇場への思いを聞かせてくださいお願いしますじゃあ井上さんやっぱり帝劇といえば定井上さんというところがありますから、えー、そういことはないと思うんですけどあのいろんなところに怒られちゃうんですけどいやでもやっぱり初舞台の劇場ですしオーディション初めて受けたオーディションも帝劇で受けたので、まあ、そうですね逆に言ううとこう 家みたいなホー,ムホーム感がすごくてその劇場の大きさとかも定劇が基準っていうかまあ、でも定劇より大きい劇場ほとんどないんですけど東京ねでもその定劇よりどれ小さいのか、まあ、大きいのかど,どうなのかっていうぐらいそうですね定劇ってやらせてもらうのが、まあ、いわばこう本当につ通常って言ったら贅沢ですけど、あのー、のことだったのでなくなるって言われた方がちょっと、あのー、想像つかないというか。うん 今のところこう考えないよううにしててるっていうんですけどもちろん寂しいしあのこのまま会ってほしいなと思う気持ちもあるんですけどとにかく僕たちは本当記憶なくすぐらい毎回の公演を一生懸命やっててその積み重ねで今なのでまあいなくなっちゃうのは寂しいんですけどまた新しい敵もできてくれるでしょうしなんかその自分たちが最後に。 に帝王に立つ日までそれぞれその日はあると思うんですけどあの一生懸命やりたいなというのと、まあ、今,今年、ね、ムラン・ルージュで立てるっていうのはやっぱ本当に嬉しいですね帝王、うん、にとってもあの帝王がこんなに真っ赤に別世界になったっていうのがあの定劇の歴史今の帝王の歴史の中でもなんか大切なことなんじゃないかなと思うので携われるのがすごい今幸せだなっていう感じです2、うん、二作品になりますけれども。はい、うそうですね私はだからもうあのギリギリ あの立たせてもらえる間に合ってよかったなというかあの、まあね、見る機会の方が多かったので、えー、でも大体見に行くきっかけが吉尾さんが出てるからっていうので帝劇いつも行ってたので,でイガ,イズガイズもそうだしムラン・ルージも吉尾さんと。で吉尾さん覚えてらっしゃらないかもしれないけどガイズの原因、えー、の時に私すっごいあっこれが皆さんが言う帝劇の。 舞台に立つって,こうなんて憧れの舞台に立つあやっとその時が来たんだみたいなちょっとドキドキした時に吉尾さんが「芸ネの始まる前にどうどう?どう気持ち」って言ってくださったんですよ劇立つのそう<あ>緊張してるって言ってくれて、うん、なんかあやっぱあの低劇でずっとやられてる方は違うなっていう、ええ、<laughs> うただやらしいエピソードじゃないですかすでも実際,実際立ってみたらどうだったんですか劇他の劇場との違いとかあるの そうですね、うん、やっぱり、あのー、お大きい、ね、覚えてないな、さ <laughs> ては、ね <laughs> <い>。でも、これ、<laughs> でもこれどうなんだろう、なんかやっぱ宝塚の劇場と、やっぱちょっと似てる部分があって、そすごくその安心感があったんですよ、ね、れれ包まれてるというか、ほっと,とできるって、私はでも初めて立つし、緊張もしたけど、何かこの感覚、すごく感じる空気感があるなっていうのは。 あの帝国劇場を立った時に感じたことでやっぱりね皆さんが憧れる舞台でありそこに立てたっていうのはなんか自分の中で嬉しかったっていうのを覚えてますし今年もまた「ムーラン・ルージュ」で立てるっていうのはすごく嬉しいですね。はい、定劇コンサートっていうのも出させていただいて改めてその帝劇のこう歴史というのをちゃんと知ることができたんですけどやっぱりそれまでは やっぱりこう歌手をしていると帝劇に足を踏み入れることって感激以外あまりないので「ビューティフル」で初めて立たせてもらった時もそのの凄さというのが今よりは分かかっってなかったんですねでもいろんな人たちから帝劇ってすごいんだよっていうのを教えてもらってなんかこうきっと歌手で言うとやっと武道館に立ったとかそういう イメージなのかなと思っていて、私はあの帝劇の匂いが好きで、こう入った途端に、あの臭いって意味じゃないですよ。あの帝 <laughs> 劇のそのあの匂いを嗅ぐと、あの、その演劇スイッチがグって入るような気がして、私、あの匂いが大好きなんですね。だからリニューアルされてもぜひ。 匂いだけは、引き継いで頂い,いて。<laughs> まあ、ね、積み重なったものもある匂いだ。いや、でも、そうだといいよね、同じ匂いだったら嬉しい。よねあれがさ、ちょっと、こう、新築の匂いし、たら。なんか、違うってなると思うの。その場合、あいの演劇スイッチが入らない可能性もあるもんね。<laughs> それは大事ですよ、ね。だから、今、なんか、調香師の人に買いといてもらって。シューって、こう。うん、ね、香水作ってもらうとか。いいですね。それくらいしないと、うん、なんか。 きっと低劇じゃなくなっちゃうわかるでもなんかわ、ね、かるでしょうなんかワクワクするようなねそう落ち着くような興奮するようなそう,そ,うそうなのそれあれですね客席じゃなくてあの舞台裏っていうことですね楽屋とかそういった舞台裏もそうなんですけどやっぱり客席にも何かそういった低劇ならではの香りというのがある気がするんですよね僕は全然新参者でエリザベートで初めてあのルドルフ役で吉尾さんもルドルフですもんね その時ね、僕まだ出てなかった、うん、一緒ではなかったもんね定期では、うん、そうですねなんですけどいや僕にとってもその、まあ、最初は見る見る場所だと思ってたので,で、まあ、歴史ある劇場で重厚感もすごいですしこの歴史のある劇場でいろんなドラマが生まれてきたんだなっていうのを見てた時は思ってたんですけどそこにいざ自分が立つってなった時に不思議なマジックにかかった なんか自分が帝国劇場の舞台にいるっていうのがそれこそもうムランジュルジュ出るみたいな感じでそもそもそこが夢のような感覚でそれはね匂いなの <laughs> い原因は匂いなんですねれそれのあれ,あれ匂いなんですね匂いかギたっていういやでも本当にそう匂い五感五感なの五感五感でこう低撃を感じるのがすごくこうまあ記憶に 残ってたのでもやっぱりそのねもう何年も前から歴史のあるところで,でこういう時代の切り目にこういうふうに作品であの携われるっていうのはすごくこう光栄なことですしで今の帝劇なくなっちゃうのも寂しいんですがまた、ね、新しくなった帝劇をどうそこでどう歴史を作っていくかっていうのももちろん大事なことだと思うのでそこはこう。 一人の俳優として頑張っていきたいなとは思ってますカイ君たちの世代がねまた新しい定劇を担う、はい、本当にメインの世代になるでしょうから、はい、素敵な匂いを作れるようにそうそうお願いしますよ、ええ、匂いでは